い、どうも、今日はペイちゃんです。さあ、こういうコードやっていきましょうということで、今回ですけども、前回ですね、SACR をカスタマイズしまして、こういった形に、ね、なったんですけども、外観のね、なんかランクというか、このなんかダイヤのマークの、色があるじゃん。上からオレンジ、紫、オレンジ、金となっているんですけども、この上の3つの項目、カラー、質感、エフェクトに関しては、なんかこう、レア度っていうかね、それを変更できると、いうことで、ちょっと今回ね、全部金にしていこうかなと思います。一応ね、どれくらいかかるかわかんないんで、2万円分の金券は用意したんですけども、交換ショップにね、この初級の水晶があるんで、高級は輸送機のやつなんでね、間違わないように。初級をマックス100個、なので、3000金券分かな、交換できたので、これとプラス、金券を使ってね、最終形態を狙っていくと。まあ、本当にね、全部金にしようとしたらどれくらいかかるかわかんないからね。まあ、全部金が一番いいかって言ったらそうではなくて、まあ、自分の好きな色が一番いいと思うんで、まあ、今回全部金にするのはあくまでね、全部金にしたらどんな色になるのかっていう検証です。ということで、やっていきましょう。まずは、どこかしらね、金を当てなきゃいけない。ちなみに、どこかロックすることによって、この、色チェンジに必要なね、水晶の数が1個増える。おお、金来た。エフェクトが金ですね。これ900以上。なので、エフェクトをロックして、さらに回していく。今、エフェクト1個ロックしたんで、あ、これ惜しいな、白。水晶がね、2個になってます。だんだん値上がっていくシステムなのよ。1個ロックすると、1個、水晶が増えていく。白がいいなぁ。どうなんだろう。お来た。9400って結構、レベル上じゃない?で、こっからは3個です。質感を、質感の金って、これ数値いくら以上なんだろう。83、ちょっと惜しいんじゃない ?72、70から89とかがオレンジとかかな。90以上が金とか。やばい、なくなっちゃう。できればこの手持ちの交換ショップで交換した、あれで行きたいけどな、なかなか出ないぞ、金が。待って、全然出ない。あ、やばい、なくなる、なくなる。うわ、なくなった?なくなったね。こっからは、毎回ちょっと、83惜しい!惜しいな。これ余分に持ってても仕方ないからね、ちょっと面倒だけど、毎回交換して。お願い。早めに。62惜しいな。おお、来た!はい、来ました。オール金。オール金はこれです。めっちゃかっこよくない?なんか、白っていうかなんかパールじゃない?なんかホワイトパールというか、なんかそういった色味?若干なんか、うっすらピンクも入ってるような、オール金です。やばい、なんか、めちゃくちゃかっこいいぞ。普通に。これくらい銃はシンプルでいいんよ。かっけえ。はい。やりました。これが、オール金の SACR ですね。ちょっと、射撃場で見てみよう。光当たると、またちょっとね、違く見えるんですよ。前回の動画でも、完全に白だと思ったら、なんか紫見たくなっちゃってて。おー、これが、オール金の SACR の天竜です。いや、かっこいいな。これはなんかちゃんと、この色だね。で、やっぱうっすらピンクが入ってるような。めっちゃ良くない?待って、これドット、あれ?スコープ塗装なかったっけ?ドット真っ黒なんだけど。スコープ塗装は4スコだけなのか?もしかして。ああ、4スコだと塗装されてるわ。あ、そうなんだ。ドットも塗装してくれよ。こんなにね、こんなにお金かけたんだから。ちょっとドットも塗装してほしいな。まあまあまあ、ちょっと打ってみますか?めっちゃ好きかも、この色。はい。エフェクトはね、ちょっと小さめなんですよね。で、ボイスとかは特にないんですけど、めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいいぞ。ほら、よくない?いや、俺これでいいな。なんか自分好みに最終的にカスタマイズしようと思ってはいたけど、これめっちゃ好きもん。このなんかピンクパールに、まあ、金のエフェクトみたいな。さっきね、カスタマイズした SACR なんですけど、あれはあれとして、で、またね、別に、SACR 金銃にして、また、カスタマイズして、オリジナルやつを作れるっぽいですね。で、これ、金券だけじゃなくて、一応通常バトルで、
無料でね A 級の金獣をゲットする可能性もあるということで、まあ、結構低確率だと思うんですけど、まあ、そういったチャンスもあるのでね、ぜひ皆さんこの機会に通常マッチやりまくりましょう。バサー。さあということでやっていきましょう。訓練キャンプ場に来ております。宣戦布告がねしたいんですよ。あんまり来てないてかいないかぶってないの。あんまり人気ないんか。あー待って、一人降りてるわ。いた。05ね、まだできない。それ SACR もね使いたいんですよね。あーあったありました。行ってるそばからオールキーにねちょっと下手ほやほやなんでね、ちょっと使っていきたい。いやかっけえなマジこの色。ちょっと初めてやるからね。どうな、あれ？あ、なんか、こう、結構時間待つよな。あ、しゃがんじゃダメなのね。立ちながら。はい。はい、来ました。4分間生き残れば、俺はレベ4をゲットできると。まあ、レベ3でも十分強いんですけどね。レベル4でダメージ 70% カットだけど、レベル3でも 65% カットなんでね、そんなに大差ないんだけど。来た。釣られてきましたよ。しっかりと引きつけて。オッケー。あれ俺当たんなかった。なんでか死んねえけど、ノーダメー。ちょっとさっさとこんなところ置いたましようぜ。危ない、危険です、まあ、とか言っても、あの俺の位置が常にこうマップに表示され続けちゃうんですけど、まあでもあそこにずっと留まってるよりはよっぽどマシでしょう。ちょっと小さめの民家に行きたいね。ここかな。ここでちょっとあと2分やり過ごそう。いやでも敵寄ってきそうだな。大丈夫かな。立ち止まってると絶対寄ってくるよな。でもこれ、あの下克上した人をさ、倒した人にはなんかメリットあんのかな。どうなんだろう、その辺ちょっとよく分かってないんだよね。この 下克上したらもう4分間耐えればアイテムいっぱいもらえるじゃん。でもそれを倒した人になんかメリットあんのかな。よかったら、あのコメント欄でちょっと教えてくれ。あ、なんかいる。むずい。まあでもまだ M4 とかいうやつ使えるわ。一応今んとこね、俺の、あ、待って、 OK レゴー。一応今俺んとこ、俺の中では3番手ぐらいなんだよね。1位16、2位95式の SACR という感じ。割とね使ってはいるんだよな。さあ来るぞ、何が来るかな。おい、レベさん、はい。あ、なんかいまいちだな。こんなもんだったっけ。なんかもうちょっと豪華だったイメージなんだけど。移動するか。ちょっとあれ欲しい、 EV 車に変えたいな。ちょっと EV 車買いに行こう。お、シャオンパンナちゃん、待てちょっとレベル4だから強気にいっちゃうよ。ちょっと待って、ガソリンがやばいんよね。燃料が切れそうだ。あ、やばいね。ちょっと目的地、はい、全く当たらず。ワンチャン上で止まってるよ、これ。あ、いるな。ん？乗ってるか？なんで？オッケー！やっていくー。ちょっと待って。一旦回復したいね。ちょっと珍しいよね、こっち側のアンチって。どこが強いんだろう？なんかポジション的にさ。山上の方が強いんかな？上行ってみるか。なんかこの辺1台止まってたような。あ、いたいるね。いけるかこれ。はい、全然当たりません。オッケーやったんなちょ、待ってやめて。今ちょっと体力がそういう状況じゃないんですよ。すいません、お疲れでした。危ない、燃やされる。あ、追いかけては来てないか。オッケー、ちょっと回復しよう。どこ行った、さっきのやつ。上の方行ったかな。あ、追っかけてこなかったかね。あ、なんか車止まってるよ。あ、いたね。これじゃね、引いてやるよ。あー、もう引けないし、かもこれ効かないよ。これ効かないよ、 EV 車には。シャッ、オッケー。これが強いんだよね。音もしない、ロケラン
も聞かないっていうね。残り3。どこにいんだ？あの車どうなんだろうね。いる？待って、伏せてんじゃん。見っけた。おい、引いていく。またあれ撃ってきたね、EMP。あれ、意外と知らないのかな？この EV 車にさ、EMP が効かないってこと。皆さん気をつけてくださいね。これ、EV 車に EMP 効かないので。なんならさ、なんならバッテリーが充電されるみたいな、なんかそんなちょっと面白い要素があってもいいかもね。EV 車に EMP を打つと逆にバッテリーが充電されるみたいな。電撃によってね。ありじゃね？ゴリ2だよ。どこからも撃たれないんだよね。まあもうここまで来たらもう確定で家だよな。怪しいのはもうここの高級と、あとこの辺のね、この辺の民家。あ、ここ1枚いるね。ここの1枚。3階か2階かどっちかだろうな。で、俺撃たれてなくて、左側にグレが飛んでるってことは、あそこの高級1の、あの3立てが1か。で、終わりだね。あっち側でやり合ってくんないかな。待って、足音入ってる。この裏か。あれ？あ、いたいたいた！危ない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 、ちょっとタイム、グレとか来そうだよ。グレとか来そうですよね。ここで回復しよう。あー、はいはい、3階にいるね。3階にいるよ。あ、いて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 。危ねえ。今、止血と同時タイミングだったの。待って、やめて。そういうのやめて。そういうのやめてくれ。一応場所を変えながらちょっとグレを避けつつ、もう一回回復入れよう。ドア閉まったな。ドア閉まったってことは中に入ったか。あ、開いた。ってことはベランダに出てきたね。これね、ベランダで伏せてるんでしょ。当たんない。そんなバナナ。ほい、これ、おーい、決まった。オッケー。これ2連続 KO だよ。さすがにボックスあるんじゃないの。どうなの。ボックス欲しいぞ。戻った瞬間だよね、もらえるとしたら。さあ、運命の瞬間です。ボックス来い。あー、ダメだったか。いやー、結構確率低そうだよね。で、そっからまたさらに抽選だよね。持ってないよな。ないよね。はい、ということでね、残念ながら2連続 KO でももらえなかったんですけど、まあ、逆にね、順位があんまり関係ないのかな。そっちの方がね、より多くこうチャンスがあっていいかなと個人的な思うんでね、それでいいんじゃないでしょうか。ということで、よかったら参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ちょっとね、もう12月に入り寒くなってきましたので、ちょっとここいらで鍋選手権をね、開催したいなと思います。僕のナンバーワンは、そうだね、水炊きかな。もう最終的にポン酢つければね、何でもうまいと思ってるから。